っぱり前線の選手たちが躍動するとやっぱり川崎怖いですからね、その辺ちょっと注目したいですね。で、まあ、今日の形でいうと、まあ、両ウイングバック久保と奈良原のところがポイントになるかなというふうに思いますね、はい、彼らが低い位置のままではやっぱり点は来ないですし、サッカーが最高峰まで下げてゲームスタート。セサルアイダルからのロングフィールド、エリソンが競ります。家永、川原横につけて大島です。橘田内側から追い越して遠野シュート、セカンドボール、ファンウェルメス経験クロス、これも拾って家永です。少し持ち出して背後へ、エリソン競る、セカンドボール、脇坂打った、決定機来ました、フロンターレ。川原です、家永さばいて大島、橘田が浮いたところからミドルシュート、ディフェンス取り切りました、フロンターレ、橘田の一発です。日野の縦パス、内側で受けた久保です、かわしに行く、久保東次郎打ってきました。クロスが来ます、トムシュヘッド、タイミングも良かったですけどね。マンウェル・メスケルケン巻いてきます、エイソンだ、こぼれ球、脇坂、フロンターレに追加点、はい、ありました。よく狙わないで落としましたよね、はい、脇坂の久保が前向きにカット、中央福田、日野折り返し、もう一度日野、マイナスで中原、打たずに落として西矢シュートだー、チョンソンリョン触りました、うん、これはチョンソンリョンの守備範囲でした。前半終了の笛が鳴りました。ここまでは1対0、橘田のミドルが決まってという中で切磋琢磨することになります。まあ、彼は守備でもスイッチ入れられるので、はい、やっぱり後半がスタートしました。エンド変わって右に川崎フロンターレ、左にサガン鳥栖です。これも佐々木、ボックス内、セサルアイダルのクリアも奪われます。クロスが来た、小林が触って、久保だ、1対1タイスコアに追いつきました。サガン鳥栖ボックス内、広げて橘田、折り返し、山田、山田打った、うん、ナイスキーパー、タクユーギです、橘田、うん、このブロック狭い、クイックリスタート、脇坂、中で家永だ、あっという間に勝ち越し、フロンターレ、一瞬のクイックリスタート、はい、グラウンダーシュート、堀米、こぼれは久保だ、さらにスリムか、ハンドをアピールしています。決めました、2対2タイスコアに追いつきました、サガン鳥栖。そしてアディショナルタイムはプラス6、もう抜けた、マルシーニョだ、マルシーニョ入れた、山田、あーっと山田キムテヒョン、ここでラストホイッスル、タイからの脱出を図りたい両チーム。